はい、世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半間岩尾先生です。もうすぐお正月ですけれども、大事なお金儲けの仕事の準備です。来年の準備で、バイナリーオプションでいくらでも稼げるようになりますと、バイナリーオプションを潰されます。世界中バイナリーオプションの投資法は法律禁止にするぞというふうに言ってきておりますので、そうじゃ困りますから、そうならないように、いくらでも稼げますから、今度は FX の方でも、いくらでも稼げることを言えば妨害はしません。何でも稼げればいいわけですね。一つだけ妨害したってこっちに影響しませんから、見ながら問題になるわけですね。でありますから、いろいろ稼げる方法を知っておりますのでね、ただ最新であり、大学の理数系以上の学力がなってないといけません。また、カンニングでテレパシーで脳波で勉強して団体で、学業取った人は社会に出ても同じように仲間とテレパシーで相談して稼ぐしか方法はありませんのでね、それは絶対に私みたいに一人で勉強したのと違いますから、そこら辺を注意してくださいね。各自の能力のレベルによって、それに対して多く仲間を使ってね、やるか単独で仕事できればもっと儲かりますけども、それは大変ですから。私と違ってね、生まれも違うし、ちょっと人間と違いますから。私はね、本物の貴族で、本物王ですからね。身体検査しても脳細胞が発達してて、人間全員の脳を持ってますから、一人で。体の構造的にも違いますからね。そこら辺はちゃんと各自の能力でやってください。家では東大は3人卒業してますしね、その程度は学力ぜひつけてください。でこちらなんですけれども、今ですね、これライブ講座ですね。まあこれは11万6000円ちょっとしか入ってませんけれども、100億円の投資の打ち合わせをしてました。ね、この業者ですね、 IFC さんと100億円ぐらいで投資しますので、よろしくということでちょっと挨拶今日いたしましたけれどもね、これはね、複合 FX と言いまして、この通貨国、例えばね、SP、 これまあ SP の500ですね、 NZ の100、DJI とかですね、USD の IDX 使ってますね。まあ一番上はですね、今ユーロ GBP 7通貨ですね、これを注文しました。130だけ注文しました。ライブですね、両立てです。複合なんでね、複合通貨になってます。アメリカ人ってバカで両立てでできないって、複合通貨できないんですよね。頭悪いんですよ、アメリカ人って。法律で両立て禁止してますでしょ。頭悪いの。さや取引とか複合の投資方法知らないんですよ。株でもね。だから、両立てやんなかったら取引できないってこと知らないの。で、そうやって稼ぐ方法を、そんなことで、このようにですね、例えばこちらに表示されているのがね、各いろいろあるんですよ。 CHF の MXN と RUB とジャパンを複合した通貨国ね。でこれいい時期見てるんですよ、これ。MACD ですね、 MACD で、この辺もね、忍耐地してるんで非常にいいなーって、CZK とかね、中国、HKD とかね、PLN、TRY とか、ZAR ね、これ、上がったり下がったり非常にいいんで、稼ぎやすいでしょ。で、それでちょっと見させてもらったの。と、このグラフがいいんでね、ね、
複合しますとね。で、複合するとね、自然になるんですよ。だから、テクニカル分析はそのまま先もある程度似てるんですね。で、単独だと、例えば前に言ったけど USDJPI とかね、そんな通貨だけで、ね、2つだけで見て投資する場合は、人がいじくるんで、先どうなるか分かんないんですよ、このテクニカル分析がね、まちまちになっちゃうの。分析通りにならないんですね。そこで、ガチャガチャいろんな通貨を混ぜ合わせてできるんですよ。どんなことでもできるんですよ、これ。それで組んでやりますと、自然の動きになるの、世界の動きが。安定した動きになるんです。だから、上がったり下がったり、上がったり下がったりするようなこともあるわけですね。例えばね、これ見てください。複合通貨。これ内緒、みんな秘密よ。DJI と ND の200と SP の500と、ね、もっと詳しく言うと、おのの組んでると、上がるだけなの、知ってる？上がっていくんです、どんどん。ね。どんどん上がっていくだけ。見て、全部そう。ね。これ知ってる？買っとくと儲かるといくらでも儲かる貯金って。銀行の利息何ですか？これ。こんなの2倍以上売っちゃいますよ、これ。GBP の USD、上に買う。はい。取引しますか？取引しますか？取引しますか？自動売買はライブ投資禁止です。デモだけで投資ください。ちょっと待って、GBP。嫌だな、来たな。GBP の USD。こう、上か。ちょっと間に合うかな、これ。ちょっと買っとこう。ちょっと上がりすぎちゃったな。シグナル